6月14日現地時間午前0時日本時間午前9時ウクライナの戦況です。今回は東部方面に絞ってお知らせします。東部セベロドネツク方面では激戦が続いており、ドネツ川に架かる3つの橋すべてがロシア側によって破壊された模様です。これはセベロドネツクで戦闘を続けるウクライナ軍の補給路を断つという目的のためのようですが、ウクライナ軍は仮設橋を建設して補給を続けているようです。どうも今までとは様相が違ってきています。今まではロシアの攻勢で撤退するときにウクライナ軍が橋を爆破するというパターンが基本だったようですが、今回はロシア側がウクライナ軍の補給路を断つために橋を破壊しています。これはウクライナ軍の増援が次々に到着しており、セベロドネツクの戦闘ではロシア側が手を焼いているという証でもあるのでしょう。ウクライナ側は浮き橋を渡して補給を続けているようですが、ロシア軍の砲撃や空爆も続いており、補給路の確保に努めているようです。セベロドネツク市東側、東南側でも戦闘は続いており、セベロドネツク東側にあるメトリョキンでの戦闘ではウクライナ軍はロシア軍の侵攻を撃退しています。同じく南東のボリブスクに侵入しようとしたロシア軍も撃退されています。ロシア軍はセベロドネツクでのウクライナ軍の激しい抵抗でかなり苦戦しており、ウクライナ軍の補給路を断つ手段に出ました。補給路が維持できないと判断すればウクライナ軍は撤退するでしょう。リシチャンスク島南の都市キフカではまたロシア軍が攻勢をかけており、現在市街戦が行われていますが、一部のロシア軍は町を包囲したまま前進を進めているようで、これを食い止めようとするウクライナ軍と激しい戦闘になっています。東部ドンバス、ポパスナ方面ではポパスナの北東にあるゾロテのウクライナ軍防衛線に対して、防衛線の後方の東西からロシア軍は攻勢をかけており、しばらく動きがなかった東側のオリホーブからも攻勢を再開しています。先日前進に成功したマイコリフカとその東南にあるブルビフカへのロシア軍の攻撃は撃退されました。ポパスナ西南ではロシア軍が攻勢に一部成功して前進しており、クリニクネを占領しミロニウカ近くまで前進してウクライナ軍と戦闘中です。またその南西でもロシア軍は前進しており、強固に守られていたウクライナ軍の防衛線が一部で破られました。ドリミテが占領され、ロシア軍は小玉方面へ前進しようとしてウクライナ軍に阻まれました。しかしこの防衛線が突破されたことによりノボロハンスクのウクライナ軍が包囲され孤立する可能性が出てきています。ドリミテでウクライナ軍の防衛線が破られたことにより、ウクライナ軍は戦線を再構築する必要に迫られています。ノボロハンスクやミロニウカのウクライナ軍は撤退するでしょうが、新たな防衛線が整うまで数日地対戦闘を続ける可能性があります。スラビャンスク方面ではスラビャンスク南西のドリナとボホロディクネ方面で戦闘が続いており、ドリナに攻勢をかけたロシア軍は今回も撃退されています。ボホロディクネでは町の郊外でウクライナ軍とロシア軍が戦闘を行っており、ウクライナ軍はまだ町への侵入を許していません。ロシア軍にはシベリアから新たに12個大隊戦術群以上の兵力が到着した模様で、装甲戦力の量と砲兵の量ではウクライナ側を圧倒しています。ロシア軍は
10日過ぎには息切れすると思っておりましたが、電子線能力も復活し、増援も到着して、M03 号線沿いに進行を進め、ルハンシク州、ドネツク州一帯の占領を目指す方針を諦めていないようです。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。